皆さんこんにちは。助手のライフハッカーアニコです。突然ですが、皆さんは次のように自分をついつい責めてしまう癖はありませんか？みんなに迷惑をかけてないだろうか？もっと自分が頑張らないといけないのに、自分のせいで状況が悪くなってしまった。しかし、そのように思っていると、どんどん自分に自信がなくなってしまいます。そうすると、きっとうまくいかないだろうと、何をするにもネガティブな気持ちになってしまいますよね。ただ自分の心を温かく包み込むことで、そのような悩みは解消していくかもしれません。そこで、今世界で注目されているのが、今日の動画のテーマでもある、セルフコンパッションです。セルフコンパッションという考え方を理解すれば、自分を責めることなく、温かい気持ちで自分を包み込んであげられるようになります。その結果として、いつでもほっと安心し、前向きな気持ちを維持できるようになることでしょう。ぜひ最後までお楽しみください。セルフコンパッションとは、セルフコンパッションとは、自分を意味するセルフと思いやりを意味するコンパッションとがくっついた言葉で、文字通りに解釈すると、自分を思いやるということです。他人を思いやるのではなく、自分を思いやるというのは、ちょっと不思議な感じがしますよね。自分の悪いところを見つけて、それを責めるのではなく、いいところにこそ気づき、自分を受け入れてあげる。そのようにして、自分に対して温かく、優しい感情を高めてあげること。それがセルフコンパッションの考え方なのです。そんなセルフコンパッションのベースにあるのは、仏教の考え方です。仏教の考え方によると、人生で悩んだり苦悩したりするのは、自分の状況に満足していないからです。大きな成功や完璧に達成することを求めるあまり、ちょっとの成功では喜びを感じられず、他の人と比較しては、自分は劣っている、とネガティブに評価してしまいます。そのような人は、心の奥底で、もっともっとという欲求に支配されているため、常に満足できない感情を抱えて生きることになります。幸せを追求すればするほど、自分を否定する感情が増幅してしまうのです。そうならないためにも、自分の現状をそのままに受け入れ、そこに満足や安心といったポジティブな感情を持てるようになる必要があります。コンパッションとは、文字通りに解釈すると、思いやるという意味であることはすでに触れました。あらゆる人の幸せや、あらゆる人の苦しみがなくなることを願う、といった偏りのない平静で落ち着いた心のありようがコンパッションなのです。そんなコンパッションを向けるのは他者だけではありません。他者のために何かをしようとするなら、それを自分に向けることも大切です。そのような考え方からセルフコンパッションという概念が生まれたのです。セルフコンパッションによる実証済みの効果。そんなセルフコンパッションの効果として、すでに次の3つのことが実証されています。1つ目は、幸福感が高まること。セルフコンパッションが高ければ、人生に対する満足感やポジティブな感情も高まります。今日も美味しいランチが食べられて幸せ。お客さんが笑顔になったので嬉しい。天気が良くていい気持ちになった。このようなちょっとしたことに幸福を感じられるようになったら、セルフコンパッションが高まっていることの証です。人生に対する満足感が高まり、ネガティブな状況が薄れた状態になっていると言えるでしょう。二つ目の効果が、否定的な感情を抱くことがなくなり、ストレスが軽減するということです。私は仕事ができない。あの人は私を嫌っている。どうせ何をやっても無理だ。このように自分を責める原因となるのは、自分を否定する感情です。そんな否定的な感情が少なくなれば、不安な感情を抱くことが少なくなりますので、結果としてストレスが少なくなります。そして三つ目の効果が、レジリエンスが高まるということです。レジリエンスとは、再起力という意味で、精神的なダメージから回復できる能力のことです。例えば、何か大きな困難に直面したとしても、セルフコンパッションが高まることは、そのまま困難な状況を跳ね返す力となるのです。ちなみに、レジリエンスについては、こちらの動画でもっと詳しく解説をしておりますので、ぜひ合わせてご視聴ください。それでは、次にここまで解説してきたセルフコンパッションについて、その具体的な実践方法を紹介していきます。セルフコンパッションの実践方法。実はセルフコンパッションというのは、足し算をするように自分への思いやりを付け加えることではありません。そうではなく、引き算され減らされていた自分への思いやりを取り戻し、本来の自分の姿へと回復していく。それがセルフコンパッションです。そのように自分への思いやりを減少させてしまっていた原因は、自分を批判すること、自分を孤立させること、
ネガティブな感情と一体化してしまうことの3つです。こうした3つの原因を一つ一つ解決していけば、自然と自分への思いやりを取り戻していくことができます。そのための方法は次の3ステップを踏んでいくことです。ステップ1、自分に対して優しく接する。ステップ2、自分だけがと思わない。ステップ3、ネガティブな感情と一体化しない。一つずつ解説していきます。最初のステップは自分に対して優しく接することです。自分の仕事を要領よくできず、周りに迷惑をかけてしまった時、仕事のスピードが遅いせいだと、その原因を自分の能力に求めてしまうと自己批判に陥るだけです。そこで、スピードは遅かったけれども丁寧な仕事ができた、時間はかかったけど書類の書き方を覚えることができたなど、自分の仕事の中で良かった点に注目します。そのように考えることで、自分の能力を一方的に責めることがなくなるでしょう。2つ目のステップが、自分だけがと思わないようにすることです。失敗や困難は自分だけではなく誰もが直面していることです。それを乗り越えて幸せになりたいという気持ちも、人間誰しもが持っている感情です。例えば、自分だけが営業のノルマを達成できなかったとしましょう。ネガティブな感情に支配されていると、自分は仕事に恵まれないのに他の人は簡単に契約を取れているというように、自分だけがダメだと思い込むようになってしまいます。その結果、自分だけが他者から切り離されているように感じる孤独感に苛まれます。しかし、大変なのはみんな同じだ、そう思うだけで他者とつながっている感覚が回復し、孤独感が薄れていきます。そして、自分に対しても他人に対しても優しい気持ちで接することができるようになるのです。最後に3つ目のステップが、ネガティブな感情と一体化しないということです。ネガティブな感情にとらわれた時、頭が混乱し、感情のままに行動してしまいます。例えば、苦手な上司の下で働いているとストレスが溜まって不平不満を言ったり、他の人に八つ当たりしてしまうという感じです。大切なのは、そのような状態に決してならず、精神のバランスを保つことです。上司の小言、それ自体は音に過ぎません。自分に対する批判はあくまで意見の一つでしかありません。自分が抱いている感情は、出来事の解釈の結果生まれた脳内の現象に過ぎません。そのように、状況を客観的に分析し、ネガティブな感情と距離を置くことで、怒りや不満や不安に支配されることがなくなります。以上の、自分に対して優しく接する、自分だけがと思わない、ネガティブな感情と一体化しないの3つを心がけることで、自然と自分への思いやりの気持ちを回復させていくことができるのです。そして、最後に、それら3つのことを同時に行える方法として、慈悲の瞑想というものがありますので、簡単に紹介します。まずはじめに、次のフレーズを心の中で唱えてみましょう。私が幸せでありますように、私の苦しみがなくなりますように、私が健康でいられますように。このように、自分を慈しむ言葉をかけてあげることで、自分自身に愛情が注がれ、いいところと悪いところの両方を受け入れられるようになります。そうなることで、何かに失敗したり、うまくいかなかったりしても、その経験から得た学びなど、ポジティブな点に気づけるようになるのです。次に、フレーズを唱える中で湧き上がってくる自分の感情に気づき、それを優しく受け止めてあげます。先ほどのフレーズをしばらく繰り返し唱え、湧き上がる感情を何度も受け入れてあげます。そして、気持ちが落ち着いてきたら、最後に、お世話になった人、好きな人、嫌いな人、自分とは無関係な人まで、自分以外のあらゆる人に慈しみの対象を広げていきます。自分に対してもしたように、他人に対しても慈しみの言葉をかけることで、自分にも他人にも優しく接することができるようになります。そうする中で、ストレスで感情をかき乱されることもなく、落ち着いた心穏やかな状態を保つことができるようになるのです。以上、いかがでしたか？今日の動画では、今世界的にも注目を集めているセルフコンパッションについてご紹介しました。すぐに自分を責めてしまい、ネガティブな感情にとらわれ疲れ果ててしまうのは、自分に対する思いやりが欠けているからかもしれません。自分に対する思いやりが欠けるため、自分を責めるばかりで自己肯定ができなくなってしまっている。それを理解し、自分に優しく接することを心がければ、おのずと心が穏やかになり、他人にも優しく接することができるようになるでしょう。そんなセルフコンパッションは、仕事だけでなく、
家族や恋人との時間など様々な場面で活用できます。動画の中で触れたように、人間はうまくいかないことがあるとネガティブな感情にとらわれやすくなります。そのような感情を完全に消し去るまでは時間がかかるかもしれません。しかし動画の中でも紹介した3つのステップ、そして慈悲の瞑想を繰り返し行うことで、次第に自分にも他人にも優しく思いやりを持って接することができるようになるでしょう。ちなみに今日の動画と関連してこちらの動画もおすすめですので、ぜひ合わせてご視聴ください。この動画の内容が何か一つでもお役に立てておりましたら幸いです。最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。